小出ししました。ありがとうございます。いやーもう森瀬先生様々です。何社何人どれぐらいの投資来たんですか。合計2億円集まりました。半大の翔平准教授になりました、ね、そうです。実績だけ見る1年半で給料できるぐらい取るまで20代のうちに存分1000回以上経験されてますから、ね、投資番組に出て投資してもらう必要なんかないっす。てか投資番組大した額集められてない。医療AI も世界に今無料で配布できればいいかなって。アマチュアチャンネル。さあ今回はカリスさんにおいでいただきました。はい、チェンジオブシェフ、いやカリスだ。はい、ということでこれ今カリスさんの会社に来ておりますが、まあすごい一等地にありまして、まあすごいいいとこにあって投資しました。ありがとうございます。いやもう森瀬先生様々です。もうおかげさまで起業できました。ありがとうございます、はい、そうですね、カリスさん起業しまして、本当に1000万、まあ1100万でしたっけ。1000万ですね。はい、1000万でしたっけ、わかんない。1100万消費税とかないのかわかんないけど、はい、1000万円本当にドンと振り込みまして、ありがとうございます。はい、いやー1000万の振り込みとか初めてですね。ありがとうございます。ATM でやろうと思ったらダメってなって、あ、1000万円は ATM じゃ振り込めないんだということで銀行に行ってやりました。いやー本当に1000万円投資したんですけど、この会社、その1000万を投資した会社は一体どういう会社なんですか。医療 AI の会社です、ね。はい、僕自身が医療 AI の分野で若手アップをぶち入れ第一人者で、はい、でまあ医療 AI 分野とやっぱデータが一番の問題になっているので、はいはい、それ一社単位でデータ集めて、ね、AI 作りますってなんですよ、うん、それなら大した量集まらないし、はい、医療の質もそんなに上がらないし、まず医療費も上がるってしまうので、うん、まあ、僕らがまとめていろんなデータを揃えて、まあ、販売しますよってそういうことをやろうとしてますね。すごいですよね。何社何人どれぐらいの投資来たんですか。そうですね、6カ所個人投資家4人と、はい、2カ所のベンチャーキャピタルから投資を受けまして、はい、合計2億円集まりました。すごい、本当に何もない状態で2億円集まりまして、もうプロトタイプも作ってないです。売上もゼロなんですけど、はい、皆さんもう僕のことだけ信じてくださって。そう、すごいですよね。実績ゼロで2億円あ、まあ、会社としては実績ゼロです。まあ、個人としてはめちゃくちゃあるんですけど、個人はめちゃめちゃあるんで。え、それって言っていいんですか、こういう大企業ですか。あ、もちろんです。はい、大丈夫です。伊藤忠のね。そうですね、リード投資家伊藤忠ですよね、はい、今までシード投資、そもそも、まあ、シード投資でこういうなあんまり進んでないところに投資するシードとして言うんですけど、はいはい、種ですね、はい、ここ投資したこと一回もなかったんですけど、はいはい、僕らのために例外を作ってもね投資してくれました、ね、そうなんですよ。いや、まあ、まず例外だったんで、ね、時間はかかりましたけどね3ヶ月ぐらいかかりましたけどまさかの僕がね武田塾高田の馬場子を買うのと同じタイミングで請求がやってきたって旅行したいってあとナオというところも投資してくれて、はいはい、キャンプファイヤーで有名な家入り一馬さんが社長の会社です、ね、まあ、紛れもない嘘でも何でもなく実績と今どういう状況なのかちょっと教えてくださいよ。今はそのプラットフォーム自治体に開発していて、はい、まず国家省の病院と提携を結んで一緒に共同研究やったりとか、はい、そしてデータもらったり進めています、うんうんうん、医療分野特に放射線分野あたりのでの評価もすごい高くて、はい、僕自身 もう病院に招かれちゃって、はいはいはい、僕今阪大の翔平准教授になりましたね。そうですよ、阪大の准教授になってもう30で阪大の准教授ってもう多分現時点では最年少だと思います。そう、最年少でしょ。もう、まあ、皆さんはどんどん一緒にやりたいって言ってくださって、まあすごい助かってますね、はい、まあ、それこそもういつやるかも今でしょっていうことです。おー、そうですね、林先生の番組も出てますし、そうそう、まあ、日本の医療 AI の状況としては、まあ、そうですね、世界にも5年以上遅れてしまってって、はいはいはい、もう世界的に有名な医療 AI 企業日本に1社もないんですよね、はいはいはい、それはなんでかというと医療データは全く利活用されてないからです。でも日本の医療画像データ MRI とか CT で実はその人口比でぶっちぎりで世界で一番あって質も高いんですよね、はいはいはい、でもなんとなくその医療データ利活用するの怖い怖いって言ってるうちに世界に圧倒的に取り残されてしまったと、うん、じゃあまあだから諦めるんじゃなくて、まあ、ここからも一発やっていこうぜというそういうことを僕らは提言してます。いろいろといろんな人巻き込んでやってますね、うん、もう会社もメンバーもすでに17人にもなりました。あ、もう17人。はい、もう結構みんな来てくれて、もう応募がめっちゃ殺到してて、あら、まあみんなここ見に行ってあなたも待ってますいいでしょ、概要欄貼っときますからね。会社の名前もカリスト株式会社で、はい、カリスト愉快な仲間たちという。あ、なるほど。もうウィズカリスですね。おお、ね、さっき喋ってたのではキリストの意味も入ってないから救世主になるんじゃないか、ね、まあ、日本の救世主にもなれるように頑張ります、はい、今までね、まあ、16歳で東大合格、まあ、散々、ね、うちのチャンネルでも言ってましたけど嘘つくんじゃねえみたいなねもう韓国のそのシステムではね16歳で合格できますんで、本当に合格して、そしてなんて言うとストレートでね東大行きましたからね、びっくりしました。博士課程も3年で終わらせましたからね、本当にそれ余裕でした
って実績だけ見る1年半で普通に修了できるぐらい実績があって、そうそうそう、論文なんだけど主論文3本でまあ取れるんですけど僕10本あったんで、うん、すごいっすよ、もうめちゃめちゃな実績です。わかんないんですよね多分ね視聴者たちに、この凄さって大学側にいた人間としては恐ろしいことがね、もうスマーって言ってるんで、そりゃあもうやるって言ったらもうそれで投資しますよ、カリスさんに投資しますという。ありがとうございます。まあ僕自身ものすごくやっぱり容量が良くって、まあこれはまあ多分こうなんじゃないかって、これやってこれであればこういう結果になるでしょっていうのは大抵の場合一瞬で分かるんで、まあそれでまあ成り上がってきましたね。そうだからみんなはなんかこう証拠が欲しいみたいな感じでこうね紙だったりなんだりが必要ですけど、僕はもう本人もこの人この頭の中を信じてたんで、だから全然あのなんかプロセスだったりとかこういう感じでとかっていうのも知らずに投資しました。そうです、投資してからどういう会社なのかそう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 ですまあそういう感じなんと、いろいろ資料も準備ねしてたじゃないですか。うん、そうだったけど、まあ詳しいことはわからないけど、でもここに実績は全てあるんだから、本物だから。実際に投資してくださった投資家の方々もみんなそういった感じでしたね。そうそうそう、もう今のところ何もないけども、この人を信じてるね、まあ自分は投資するんだという感じでした。まあ、これがまあね本当の投資って感じですよ。ね、そうっすね、まあ僕はまあその期待に応えて予想裏切れるように頑張るしかないかなと思ってます。こういうふうに本当の実力者にはもう勝手に投資家たちが集まるんですよ、まあ、全責任僕が負って、まあ、どんどん進められればと思ってますね。投資番組に出て投資してもらう必要なんかないんですそうっすねてか投資番組大した額集められてないそうそうそう大した額じゃないんですよ。もうなんか500万とか1000万とか2000万書いてあったりして、なんかコメントとかにいやいやいや本物のすごい人っていうのはそんなこといらないから、本当のお金持ち本当の投資家勝手に集まるんです。そうですね、僕の YouTube で、まあ、それ投資家集めますって言ったら、まあ、結構、まあ、いろんなところでたくさん実際に投資家の方々連絡してくださって、まあ、それでご縁があってなんとか2億円集められましたね。だからやっぱり YouTuber っていう感覚でなんかとほら人々って下に見たりするから、で子供たちは全く分かんないんですよ、投資だったりなんだりってことが。だからいやいかに、ね、すごいかっていうのは、いやもう YouTube めちゃくちゃ影響力ありましたね。そうですね、これからどういう感じででっかくしていくの？そうですね、9月に Amazon 実際にプラットフォームをリリースしようと考えていますし、まあ僕も含めてあと医療 AI の専門家たちがいるので、医療 AI だったりカスタムの開発もしようとしてますね、うんうん、それでどうなるんですか？それができるようになったら一体どういうことができるようになるんですか？だから日本に圧倒的にたくさんの AI 医療機器ができるようになって、ほいほいほい、なんかみんな健康かつ笑顔で暮らせる社会を実現できると考えています、ね、欧米とかを見ますとすでにもう大きい病院だと医療 AI が使ってないところもうどこもありませんという状態で、あ、まあ、医療や専門家も何人も病院にいるんですね、うん、でも日本だとそういうところ一箇所もないと、それ明らかにおかしいじゃないですか、でもここからはどんどん僕らのプラットフォームの影響でどんどんいろんな、まあ、それ海外の企業も日本に来るようになりますし、日本からもどんどん新しい、まあ、医療や作る会社ができるようになって、ここからはどんどんまあ巻き返していくっていう感じです、うん、で結局、まあ、何になりますかって、あなたが死なないようになります、以上です。そしてなんて言ってもそこでこれが結構ね勘違いしてる、それで何の彼氏さんだけめちゃめちゃ儲けんじゃねえのみたいな、そんなんじゃないですよ、もう社会貢献めっちゃしますからね。最終的には、まあ、特に、まあ、途上国とかを中心として医療 AI を世界に、まあ、無料で配布できればいいかなという、そういうふうに僕は本気で思ってますね。無料で出すんですよ、これそれすごいなと思って、で無料でやるためには、そうこれいつもね言うんですけど、無料のものなんだから無料でよこせみたいな日本人の感覚結構あるんですけど無料のものをまず成立させるためにはきちんとした資金が必要ですから。そうですね、なんか美術品みたいな感覚で、まあそういう、まあ、SDGs とか叫ぶ世の中ですので、まあ、いろいろ、まあ、そのどんどん作ってて途上国に配って、まあ、それで好かれてる人がこんだけいます、うん、それだけで価値になって、まあ、それに投資した人が、まあ、投資しましたという、まあ、そういう実績みたいなのを売買できるようになれば、うん、もう世界としてみんなビビみたいな世界ってできるんじゃないかなと思ってます、ね、そうです。だから僕は、まあ、そういう風だったら、まあ、全然いいやって思ったんで、だからこう会社が上がっていくとどういうリターンがあるとか何も知らないですからね、そのままあどうぞ使ってくださいみたいな感じで出したんで、まあ、もちろん、まあ、その株式、まあ、もう持ってらっしゃるので、まあ、それを売買できるということです。あ、そうですね、売買できる、まあ、会社の価値が分かるので、まあ、5倍になったら、まあ、それを5倍の価値で売買できるみたいな、売買できるっていう、まあ、将来のお金っていうのもあんまりそれもだから考えてなくて、それでお金いっぱい手に入るぜとかも思ってないんで、僕自身は何も知らないですけど、何ですか、あの、何も知らないんで、何で投資されたんですか？いやもう本物だし、それで世界の無料でみんなに配るんだみたいな書いてあったら、あ、だったらぜひ信頼できてそれ実現できる人だろうっていう、
のがあったんで、配当は何があるんですか？チケットなんかディズニーランドのチケットとかですか？まあ単純にまあその権利ですね。今1000万円で買ったものは、はい、まあそれがまあ10倍になったら、まあ、まあ1億になるとか、まあそういうことです。逆にちょっとディズニーとかないんですけど、すみません、そういうのないんですだから。そう、本当にそういうのも一切なしでやりました。だって僕って他の会社のも持ってるんですけど、うん、売買の仕方すら知らない。株式でどうやって売るのかも知らないで言いますからね。本当それぐらい任していいと思った。まあ、頑張ります。飛ばさないように頑張ります。そう、カリスさんの未来にかけて、ここからドーンと上がっていく成長の姿を見せられればいいかなと思って。そうですね。やっぱりまあ3ヶ月に1回ぐらいは必ずまあ何かしらこういうののでかいことやりましたみたいな、そういうのをどんどんまあ発信できるようにしたいと思ってますので、まあ、もしかしたら何年後かには1億になってるかもしれないですかね。数億円にできるように頑張ります。そうですね。だってて、で僕はもうアメリカで暮らしてる時にカリスさんもその支社みたいなのがね、アメリカにあって、そこに時々行って。いや、もうめっちゃ最高じゃないですか。ご飯食べて撮影してみたいなのできてればまあいいかなと思ってます。いや、もうぜひまあアメリカで会いたいですね。そうです、本当にアメリカで会おうと思ってますんで、まあ、もう本当に今まで不可能を可能にしてきた人ですからね。永住権学生で手にするとか、そんな今まで前例のないことをやってきた方ですから、これからまた前例のないことをやってくれると思って。もう論文だってどれだけ引用されてるかって言ったら、自分が第一著者の論文だけで1000回以上引用されてますね。でこれもやっぱり子供たちには凄さがわからないので難しいんですけど、いや、もうとんでもない。もう僕、まあ、20代のうちに論文1000回以上引用されてますからね。いや、まあ普通に考えると、まあ、モンスターとしか言いようがないんですけど。モンスターですよ。もう普通に、まあ、この会話の人で見てもエグすぎ、もうなんやねんみたいな。でもそのレベルだと思います。自分で言うのはあれですけど、すごいんで。国が違うから何だろうか、国宝っていう言い方が正しいのか分かんないですけど、そういう感じなんでね、これから達成してくれることを願っておりますので、今後のね、会社の会社に期待し、果たして上場するのかっていうのも見ものだと思いますので、はい、追っていきたいと思いますので。ということで今回はですね、はい、16歳で東大合格した人に1000万円投資してみたというか投資してみたみたいな言った感じがありますね。ましたんで、はい、ぜひ来てください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、世界の人命を救い、日本の経済も救えるように頑張ります。お、だから何らかの形であなたも仲間になってくれるとすごい嬉しいです。うん、あなたのことを待っています。はい、ありがとうございました。